こんにちは、ドクターネックスです。今回は限定クエストをやっていきたいと思います。今回のクリアすると宝玉がもらえるみたいですね。嬉しいです。宝玉足りません。いやー、アイゼン大好きなロリがいるから俺はロリも大好きさ。当選かなみの正義のレシピ、挑戦正義のスイーツ編ということですね。今回は当選が落ちるのと、レベル、じゃあ星2の強化の心が手に入るということで、それは美味しいんじゃないですかね。さあ、1はレシピを求めて。レシピの幅を広げ、レシピの幅を広げるべく、スイーツに挑戦しようと意気込む当選。まずは知識を得るために女性に話を聞いてみることにするのだが、相手が技属性だけど気にせずイチゴ。まあサクッといけるでしょう。正義のレシピ、それはかの有名な精霊帝通信において女性死神に人気を博した当選要の連載コーナーである。始めようぜ。溶ける溶ける、相手が溶ける。真っ暗になるってね、画面がね。量間違えても爆発はしねえだろう。かわいそう。普通に強化の心も落ちるんだ。うまいでねえか。2はウェコムンドの、ウェコムンド1の団子。団子？団子を作っているという話を耳にし、砂漠を行く当選。たどり着いた先にはとある仲良し三兄弟の姿があって、泥団子かな。
ジンタ全然モーション見てねえな。始めようぜ。会えないちご。無駄だ。デザートイグナイトバーバー風団子。どういうこと？すごい変なところで落ちたな。もうあれクリアになっちゃってると思うんですよね。だからこんな時はオプションで会話表示オンにして、でもう一回やる。録画しながらプレイすると充電してても減るんですよね。もうどうしようもない。前半の会話は飛ばします。始めようぜ。動かなくても無月当たるかな。さすがに当たらなかった。
こんなもん。あ、抽選報酬なのか、いや、なんか、ごめん、ぼーっとしすぎててダメだった。分かってなかった。で、3話までっぽいんですよね。新たな味との出会い。引き続きレシピを求め、ハリベルの、なんていうんだ、9でいいか、もう9を訪れた当選。そこで出会った、これまでに食べたこともないスイーツの、もうダメだ、カミカミなスイーツの正体とは。ちなみにもう眠くてしょうがないです実は。俺まあ定期的に眠い言いながらやってるよな。仕方ない、睡眠時間削って遊んでるから仕方がない。ずっとシュートしてる感じ。後ろでね、イチゴが走ってる音がする。結局何食ったか分かんねえのかよ。3話までのはず。はい、以上ですね。アイゼン様かわいいですね。はい、以上になります。みんなもこの3話のベリーハード30回クリアして全部の報酬をもらいましょう。以上、ドクターネッケスでした。お疲れ様でした。